俺にとってあんたは特別だから。もしもし。どうした？何かあったのか？Thank you.
それでもう通報はしたのか？わかった。まずは落ち着いて。この手の窃盗ってのは大体それなりに準備をしてるはずだ。相手の詳細がわからない以上、今は慎重に行こう。とりあえずどこか鍵のかかる部屋はあるか？そうか、さすがだね。安心して、10分以内には駆けつけるから。警察と俺、どっちが早いか競争してみようか。もちろん。けど本当に免許を取り上げられたら、その時はお姉さんが埋め合わせしてよね。別に難しいことはお願いしないよ。数日の間、ファックスまでの送り迎えをお願いするだけだからさ。落ち着いて。こんな風にドアを叩くってことは、鍵はまだ大丈夫。すみません、警察です。どなたかいらっしゃいますか？ドアを開けてください。遅くなってごめん。あんたが無事で本当によかった。よかった。彼が来てくれたのなら、私たちも安心して帰れます。そうですね。最近は同様の事件が増えていますから、一人暮らしをされているお嬢さんは、特にお気をつけください。少しお聞きしたいのですが、これはいわゆる連続犯というやつですか？この時代、スマートロックをやすやすと解錠できる泥棒なんて、そうはいないでしょう。ええ。過去に起きた事件の分析によると、これらはかなり計画性のある犯行のようです。彼らは主に古い防犯システムを使っている家を狙い、その脆弱性をついてロックを破っています。まず我々が掴んでいる情報ですと、相手は犯行前に必ず狙っている目標の下見を行います。
そして犯行当時、被害者の多くは何かしらの理由で家を空けていました。よって我々は犯人の目的は金銭の類であると考えています。いくら帰ってるって言っても、犯人が帰るまで残業してたら、そりゃ勘違いされるよ。ああ、若いのに苦労されてるんですね。それでは、我々は管理会社から防犯カメラの映像をもらってきますので、これで失礼いたします。調査に何か進展がありましたら、随時お知らせいたしますね。お二人は仲がいいみたいなので、お嬢さんのこと、しっかり頼みましたよ。そうですね。陰湿な犯人だと、何度も出直してくるケースもあるので、くれぐれも気をつけてくださいね。はい、わかりました。彼女のことは俺がちゃんと守ります。今日はもう遅いし、そろそろ寝ようか。俺はこの近くのホテルに泊まるから、何かあったらすぐに連絡してよ。どうしたの？本当にいいの？わかった。じゃあ今日だけはリビングで泊まらせてもらうよ。その方が俺も安心だし。けど、その代わり、一つだけお願いがあるんだけどさ。明日、俺と一緒に出かけてくれない？今のところはまだ内緒。でもいいの？今教えちゃったら、あんたは確実に眠れなくなっちゃうよ。ネットを通じてるなら、きっと痕跡が残ってるはずだ。ビッグデータセンターで何とか奴らの尻尾を掴んでくる。そうだ。確かパックスでも似たような製品を開発してたよな。そっちのテストの最終段階はいつになるんだ？
ああ、それじゃ頼んだ。こっちはまだ用事が残ってるから、後でまたかけ直す。起きたんだ。朝ごはん、ああじゃなくて昼ごはんを机に置いといた。お腹が空いたら食べて。それはもちろん違うよ。残念ながら料理は苦手なんだよね。だからこれは出前。まあ味はいけると思うから、食べたら荷物をまとめて俺と一緒に家に帰ろう。俺の家、つまり泉家屋敷だよ。あんたにはそこで数日間滞在してもらう予定だからよろしく。一応聞くけど、今日からはあんたも休みでしょ。もちろん他に予定があるなら強要はしないけどさ、夜さえ戻ってくれるならね。安心しなよ。ここ最近父さんは用事で家にいないから、使用人たちもみんな休みだし、いるのは執事の吉明さんくらいかな。これはあんたの安全のためだ。昨夜の件については藤崎にも動いてもらってるし、警察も手がかりをつかんでるみたいだから、解決は時間の問題だと思うけど。それでも今はまだ、あんたを一人にしておくわけにはいかない。うちの客室の方がホテルよりずっと快適だと思うよ。それに、どうせ誰かに頼るなら、この俺に頼ってよ。あれ？昨夜俺に残ってほしいって頼んだのはどこの誰だったっけ？今度はあんたが俺の頼みを聞く番でしょ。今さら後悔したってもう遅いからな。お姉さん、今夜は年越しだよ。まさかだけど、俺を一人ぼっちにさせる気？お願いだから、一人にしないで。
ケイボッちゃん、お帰りなさいませ。ただいま、ヨシアキさん。今年もよろしくお願いします。そんな、とんでもないことでございます。元はといえば私の役目ですから。朝も話したけど、こちらがうちの執事をしてくれている田中義明さん。父さんが若い頃からこの家に仕えてくれていて、もう何十年も前から助けられてきてるんだ。それと小さい頃の俺や兄さんの面倒を見てくれたのも義明さんだよ。ようこそ、泉家。あなたはケイボッちゃんの大切なお客様ですので、どうぞごゆっくりとおくつろぎください。その通り。それじゃあ、あとは俺たちでやっておくので、義明さんは先に休んでてください。ですが、それはあまりよろしくないのでは。大丈夫ですよ、もともとはそうすべきなので。かしこまりました。それではお願いいたします。ねえねえ、今日の夕飯はラーメンにしない？それも俺たちお手製のやつ。俺も手伝うよ。そんなのダメに決まってるでしょ。こんな大きな生地一人でこねてたら手を痛めるって。下ごしらえぐらいは俺に任せて。職人さん、職人さん、紙に小麦粉がついてますよ。けど、あんたの手際は本当にすごかったよ。それこそ自分の店を持てるんじゃないかと思ったくらいにね。もちろん。しかもパックスがまだ力を入れてない分野だし、ちょうどいいんじゃない？名前もつけてあげようか。そうだなラーメン屋パックスとかどう？シンプルでわかりやすいし。おほ、度胸のあるオーナーだね。スポンサーの名前を取っちゃうなんて。なっ。
気にしないで。残ったら保存すればいいし、無駄にしない方法はいろいろあるからさ。それにせっかくプロの職人さんに作ってもらったんだから、一食で終わらせるのはもったいないしね。さっきの話、全部が冗談ってわけでもないんだよね。店を持つって話だよ。あくまで原因の一つかもしれないけど、あんたが窃盗犯に狙われたのは帰りがいつも遅いからだ。深夜まで残業してればもちろん帰り道だって危ないし、何より体の方が持たなくなる。だからさ、あんたさえ良ければ俺はいくらでも転職のチャンスを提供するよ。そう言うと思ったよ。あんたが賛成するなんて最初から思ってなかったし、そう提案したのはあんたには選択肢が残されてるってことを教えたかっただけだから。いつでも選ぶことができて、場合によっては避難口にもなる。そんな選択肢がね。どうして黙ってるの？もしかして俺怒らせた？お礼を言うべきなのは俺の方だよ。うちに来てくれてありがとね。あそこは散策に向いていないので、近づかない方がよろしいかと。そうだね。あそこはもう長いこと手入れされてないし、夜になるとすごく暗い。転びでもしたら大変だ。せっかく一緒に年越しを過ごせるんだからさ、お姉さんが暇なら少しドキドキすることでもしてみない？そうだな。
人じゃできないこととか。うわ、怖い怖い。さすがはランキング入りしてる作品だな。そうだよ。って、お姉さんはドキドキしてないの？だって気になるじゃん。けど一人じゃ見れないし、付き合ってくれる人もいなかったし、あんた来てくれて助かったよ。にしても、あんたはこういうの、本当に平気なの？お姉さん、緊張してるように見えるけど？はいはい、俺のせいにしといてあげるよ。それじゃ怖がりな俺のことをしっかりと頼みますね。彼はダメだ。それに俺みたいな人間はそうやすやすと弱さを人に見せるわけにはいかないんだ。だからこそ、こういうことはあんたとしかできないんだよ。あんたは、俺が一緒にホラー映画を見れる、唯一の人だよ。この映画だけじゃないからね、他にもいっぱい。見たい映画が溜まってるからさ。約束したからね。忘れないでよ。明けましておめでとこんな遅い時間にいかがなさいましたか？いえ、
明日のために少しだけ仕事をしていただけなので、邪魔だなんて滅相もないです。眠れないのなら、温かい飲み物でもご用意いたしましょうか。リラックスできますよ。はい、ケイボッちゃんはすでにお部屋に戻られたと思いますが、何かご用でしょうか。え、半分くらいなくなってるじゃん。はあ、このワイン結構強いんだけど。やっぱりあんたは少し警戒心が足りないんじゃない？俺の胸だよ。あんたが酔って寝ちゃったって義昭さんから連絡があったんだ。じっとしてて、俺が部屋まで運んであげるから。分かったよ。大丈夫？やっぱり手を貸そうか？どこに向かってるの？お姉さんの部屋なら逆方向だけど。誰を探すって？泉圭は俺だよ。ほら、ちゃんと俺の顔を見て。言ってる割に言ってることはもっともだな。
わかったよ。俺が開けてあげる。このまま叩いてたら手を痛めちゃうからね。俺ならここだよ。もう一回ちゃんと見てみて。でしょ？お姉さん、想像力がちょっと豊かすぎません？無駄って、まあいいや。どうせあんたのことをただのお姉さんだなんて思ってないしね。ねえ、このままだといろいろと危ないんだけど。心配しないで。あんたがおとなしく一晩眠っていれば、彼はちゃんと帰ってくるよ。本当だよ。けど、どうしてそんなに慌てて彼を探してるの？言いたいことがあるなら、俺を彼だと思って話してみなよ。迷惑なんかじゃないよ。むしろ一番最初に電話をしてくれて俺は嬉しかったんだ。だからこそ気をつけないといけないのは俺の方だよ。特に最近は気を抜きすぎた。ごめん。あんたの仕事を邪魔するつもりはないけど、これからは遅くなるなら連絡してね。俺が迎えに行くからさ。それと、もう一つ聞いてもいいかな。俺のこと、好き？大丈夫？こんな肝心な時に寝ちゃうなんてな。まあでも
あんたさえ無事ならそれでいいか。おやすみ。また明日。別にいいよ。ソファーで寝てるあんたを部屋に運んだだけで、誰にも迷惑なんてかかってないから。ケイボッちゃん、お嬢さん、お昼の用意ができましたよ。新しい一年を迎えたことだし、過ぎたことはもう気にしないってことで、もうご飯にしようよ。ね。先ほど私の方にもノックの音が聞こえましてね。やはり昨夜のことが気になりますか。同じ屋敷にいるのですから、異変に気づいてしまうのも仕方のないことだと思います。申し訳ありませんが、それはお教えできかねます。ケイボッちゃんもきっとあなたに隠し事をしたいわけではないと思います。ですが、この屋敷には破ってはならない掟があるのです。その代わりといってはなんですが、あるものをお渡ししておきます。その中にならあなたが求めている答えがあるかもしれません。
どうしてここに？そんな緊張しなくてもいいよ。この辺は確かにちょっと不気味だけど、別に怖いものとかはないからさ。けど、スケッチブックって言った？ああ、あれね。あれはとっくの昔に捨てたものだよ。あんたが見たってことはおそらく、義明さんあたりが拾ったんだろうな。それは、俺の勘違いだったからだよ。悪魔なんてのは存在しなかったからね。書かれた怖い場所ってのも、ここのことだよ。ここは泉家の御霊屋だよ。もちろん、母さんの位牌も祀られてる。こっそり来てみて分かったんだけど、兄さんの涙も父さんの沈黙もここが原因だったんだ。ということもあって俺はあれ以上書き続けられなかった。母さんが亡くなったのは俺のせいなんだ。俺を産んだせいで母さんは体調を崩した。だから結局、みんなを不幸にした悪魔ってのは、俺のことかもしれないんだよな。ごめん、お姉さんは心配しなくていいよ。俺は反省しに来てるだけで、自分を責めたりはしてないから。せっかくもらった命を無駄にせず、自分を信頼してくれる人たちを失望させないよう、今後も精一杯生きなきゃなって。そう、自分を戒めるためにね。そして最も重要なのは、大切な人をちゃんと守るぞっていう、誓いを立て直すことかな。
うん、そうするよ。確かに冷えてきたし、もう連れて帰ってくれる？迎えに来てくれたお礼にいいこと教えてあげよっか。あの不法侵入の容疑者だけど、今晩捕まったらしいよ。だね。それと今後はパックスも警察と協力してステラ市の防犯システムを強化する計画を立てたから、あんたの住んでる地域もその施行エリアに指定しておいたし、これでようやく家に帰してあげられるよ。そうかもな。冗談だってば。連れて帰ってくれてありがとう。来年も一緒にいてくれると嬉しいな。ケイボッちゃん、やはりお手伝いしましょうか。大丈夫、これくらいなら俺でもできますよ。あの日も彼女のやり方を観察してたし余裕です。今まではずっと吉明さんに任せっきりだったけど、本来こういうのは俺たち若者の仕事なので気にしないでください。ですが、ケイボッちゃん、お言葉ですが、そちらの面をお作りになった彼女は泉家とは何の関係もない、いわば他人でございます。小麦粉で作る食事をご先祖様に捧げるのは長年に及ぶ泉家の伝統です。その工程を他人に任せたとなると、彼女のことを本当に他人だと思っているなら、どうしてあのスケッチブックを見せたんですか？それは申し訳ございません。謝らないでください。むしろ俺が吉明さんにお礼を言わないといけないくらいなんですから。あのスケッチブックを彼女が現れる日まで取っておいてくれて本当にありがとうございました。けどあれはもう俺が預かりますね。そのうち御霊屋まで持って行って燃やしておきます。燃やしてしまうのですか？はい、男の子は森から出てきたし、
スケッチブックに書かれた物語も完結しました。だからスケッチブックにない物語を書いていくためにも、しっかりと過去には別れを告げておこうかと思いまして。かしこまりました。ではすぐに持ってまいります。母さんが生きていたら、彼女のことをきっと気に入ってくれますよね。ええ、ご心配なさらずとも大丈夫かと思います。奥様はお優しい方ですから、きっとケイボッちゃんの意思を尊重なさるでしょう。それにケイボッちゃんは旦那様とよく似ていらっしゃる。ケイボッちゃんが思いを寄せているのであれば、きっと素晴らしいお方なのでしょう。そう言ってもらえてよかったです。今度また機会があったら、次は正式に彼女を紹介させてください。おはよう。朝食はもう食べた？身支度が済んだら声をかけて、家まで送るから。うん、でも心配しないで。ただお供え物を置きに行ってきただけだから。でも今回はちょっと遅かったかな。ご先祖の皆さん怒ってないといいんだけど。そうだよ、うちは年末年始、ご先祖様を祀るしきたりがあるからね。その通り。それじゃああとは俺たちでやっておくので、吉明さんは先に休んでてください。ですがそれはあまりよろしくないのでは。申し訳ありませんが、それはお教えできかねます。ケイボッちゃんもきっとあなたに隠し事をしたいわけではないと思います。ですがこの屋敷には破ってはならない掟があるのです。教えなかったのはまさにこんな風に気を使わせたくなかったからだよ。しきたりなんてのは全部人が決めるものだし、そんな気にしなくてもいいって。大丈夫だよ、みんな優しくて心の広い人ばっかりだから、そんなことで怒ったりしないさ。それに貴方を屋敷に入れたことは別にしきたりを破ったことにはならないと思うよ。あんたは唯一俺が家に連れ帰った人間だからね。その意味
ご先祖様たちもきっと理解してくれたはず。俺にとってあんたは特別だから。お疲れ様。家まで送るよ。彼ならもう帰ってもらったよ。お仕事を横取りしたお詫びに2倍の運賃を渡してね。こんな遅くに知らない人の車に乗るなんて危険でしょ？だから俺が送ってあげるよ。でもじゃないよ。この間はお姉さんのお願いを聞いてあげたでしょ？だから今度は俺のお願いも聞いてよ。任せて。